仕事してんのよ。昼食べ終わってたよ。ああ、ごめんごめん。取引先からさ、救世入れられたって。マイク、本当に人間だよね。立派な社畜してるわ。社畜って、どこまでのことってたら、あんまり苦痛じゃないよ。でも、ほどほどにしないと、体壊すよ、まったく。大丈夫だって。いただきまーす。もしもし。あ、はい。今からですか？今からだと30分、いや20分後ぐらいには行けると思います。はい。はい、わかりました。じゃあ、後ほど。はい、失礼します。ごめん、あやか。僕行かなきゃ。え？今来たばっかじゃん。大丈夫、大丈夫。じゃあ。課長に言っといて。本当にマイクは。ただいまー。おかえり。もう、またこんな時間まで仕事をして。仕方ないじゃん、仕事なんだから。おいしそう、お腹空いた。ちょっとマイコ、行儀悪いわよ。まったく喋り方といい、服装といい、もう少し女の子らしくできないの？うるさいな。そんなの僕の勝手でしょ。もうその僕呼びもやめなさい。そんなんだから彼氏の一人もできないのよ。隣のミキちゃんなんて再来月結婚するらしいわよ。ミキちゃん、ミキちゃん、僕は僕だから。あ、そういえば週末日和が泊まりに来るから和室開けといて。ちょっと開けといてじゃないでしょう。自分が友達呼ぶんだから自分で部屋から片付けなさい。へいへい。あ、もしもし日和。うん、週末 OK だって。うんうん、はい、じゃあ待ってるね。はーい。やり、入って入って。はーい、お邪魔しまーす。はーい。あ、今スポギットはーい。なんか久しぶりだね。久しぶりだね。ね、最近マイコ忙しそうだもんね。最近仕事でさ、うん、初めて衣装設計の仕事任されてバタバタしてたんだよね。うーん、すごい。そういえばこの間ばったり会って以来だっけ。そうだね、あの時はびっくりしちゃっただね。うん、なんか飲む。うん、飲む。じゃあ僕作ってくるよ。ありがとう。適当に食べてて。はーい、もらおう。そういえばひより、うん、この間の男の人って誰。あれ、私言ってなかったっけ、うん、私この間海で鍵なくしちゃったの。それで探すの手伝ってくれて、でその時にね、お礼しますって言っときながら、私言ったら連絡先聞くの忘れちゃって。やびらしいね。そう、でもね、その後別の日に偶然お店で会って、で食事に誘って行ってね、なんかその時に意気投合しちゃって、そう、なんか楽しくって最近遊んでるの。うーん、そうなんだ。うん。あ、そういえばもう少しで仕事落ち着きそうだから、うん、また遊びに行こうよ。うん、なんだっけ、日和が好きなの確かポケ部屋だっけ。うん、もうそろそろさ、ライブあったよね。うん、また僕が付き合わなきゃいいじゃん。あ、それなら大丈夫。翔くんがね、あ、
この間の男の人翔くんって言うんだけど、オケビアの大ファンで、そうでね、今度一緒にライブに行く約束もしたし、マイコに会った日ちょうどね一緒にライブに行ってたの。へえ。いつもごめんね、無理に付き合わしちゃって。でももう大丈夫、一緒に行けられて見つけたから。そっか、よかったね。うん。もしかして日和、その男の人のこと好きだったりとか。気にならないと言えば嘘になるけど、でもちょっと分かんない。そうなんだ。そういえばマイコの方はどうなの？マイコそういう話全然してくんないし、仕事が忙しいとか言いながら、さては。いやいや、ないないない。本当に？ないよ。もしそういう人ができたらすぐ教えてよね。一番に親友なんだから。今日マイコといっぱいおしゃべりできて楽しかったな。でもちょっと眠くなってきたかも。あー、もうこんな時間か。じゃあそろそろ寝る。そうしよう。じゃあ寝る準備しよう。はい。もしかして僕は男なのか。僕は日和が好きなのか。マイコお待たせ。大丈夫、僕もさっき来たとこまで。でもマイコは休日に私呼び出すなんて珍しいね。どうしたの？急に呼び出してごめんね。もうさ、実は友達から相談受けたんだけど、僕そういうの疎いから。ほら、親子、未練経験豊富でしょ。お、そういうことなら私に任せなさい。ありがとう。それで本題なんだけど、僕は友達の相談という形で先日の自分の体験を話した。嫉妬してるんだよ。やっぱりそう思う。そうね、 120% 間違いない。どうしたらいい？いい、うまいこ。恋愛に綺麗事なんて通じない。壊して奪っちゃえばいい。え、そういうもの？そうよ、好きなものは奪うしかない。ありがとうね。喋った喋った。パフェ美味しかったね。今日はありがとう。こちらこそありがとう。じゃあまた明日ね。じゃあまた明日職場で。バイバイ。バイバイ、気をつけて。でもどうやって？返しかかったね。どうしよう。もしもし、ひまわり？いいね、僕も行くよ。じゃあね。わー、今花火だ。花火なんて久しぶりだね。ねえ、楽しみ。ねえ、お兄ちゃんさ、今日来る女の人たちってお兄ちゃんの新しい彼女になるかもしれない人なんでしょ。私がしっかり審査してあげる。
バカ、そんなんじゃねえ。さくらの、あれ、何をするやつだ。ウサギ、夏美ちゃん、どういうこと？私知らないよ。何のドッキリ？こんばんは。今日遅くなってごめんなさい。呼んでくれてありがとう。ひよりちゃんわざわざ来てくれてありがとう。こっちが妹の葵で、こっちが幼馴染の夏美。よろしくね。私はひよりって言います。ね、こっちは親友の舞子。はじめまして。僕、舞子って言います。よろしく。ところでさっきから僕のわけでは見てるような目で見てない。そんなことないない。ね。うん、気のせいだよ。そう。なら仲良くしてね。はい、はい、じゃあ早速始めますか。でいいよ。オッケー。ひより可愛いでしょ。すごく女の子らしくて。ちょっと天然入ってるけどね。いや、それは違うな。ちょっとじゃなくて超天然。言い過ぎ。僕さ、親とか周りからいつも言われてるんだ。もっと女の子らしくしろって。そうなんだ。うん。僕的には嫌なんだけどね。誰が何と言おうと、僕は僕らしくありたい。大変そうだね。そうだね。でも僕にとって自分を殺して生きていくのは死んでるのと同じだからさ。舞子は舞の生まれ変わりなのか。なぜ舞子は俺の前に現れたんだ。本当にただの偶然なのか。舞子さん、お兄ちゃん、こっちこっち。うん、ね、あ、線香花火。うん、頑張れ。どれくらい回せるか。頑張れ。
結構長い。ひより、そろそろ帰ろうか。うん、そうだね。今日はありがとう。楽しかった。よかった。じゃあまた花火しよう。わー花火楽しかったね。だね。誘ってくれてありがとう。いいよいいよ。いつも二人だったからわざわざ花火なんてしないもんね。うん、確かにそうだね。ほんとしゅんくんに感謝だよね。うん。てかマイク初めてなのに私より馴染んでなかった？そう。なんていうのかな。なんかみんなマイコに対しての見る目が違和感あるっていうか、そうかな。じゃあみんな僕のかっこよさに見とれてるんだよ。なんてそれ自分で言うかな。まあ気のせいだと思うけど。誰にも渡したくない。ひよりの隣にいるの僕だ。ショウ、私そっち行こうか。うん、私びっくりしちゃった。ん？何が？舞子さん、舞さんにそっくりだね。ああ、俺も初めて見た時はびっくりしたよ。ほんと外見は舞さんだよね。性格は違うけど、ボーイッシュっていうか。そうだな。日和さんもすごく可愛らしい人。この間だって、火がつかないって困ってて、よく見たら花火逆だし。日和ちゃんらしいな。庄内川を取り戻してくれたのは日和さんが。ああ。私は庄に何もしてあげられなかったな。そんなことないよ。夏美はいつだって俺を励ましてくれた。でも、賞を変えることができなかった。こないだも言ったけど、もう2年だよ。もういいじゃない。でもやっぱり、俺は。ああ、もう、いつまでそんななの？あんたがしっかりしてくれなきゃ困るの。なんでだよ。困るったら困るの。もういい加減にしてよ。
そのあと見ててこっちは辛いんだよ。お前に関係ないな。関係あるよ。ずっとあんたのことが好き。別に結ばれなくてもいい。どんな形でもいいからこの恋に決着つけさせてよ。夏美。疲れた。てかショウ、歌うまいね。そう、っていうかマリコもすげえじゃん。あんな点数見たことねえ。そう、僕すごい。すげえよ。じゃあ僕の勝ち。そうだな、今回はマリコの勝ちだ。しゃ、じゃあ記念して祝杯だ。ほら早く乾杯。おめでとう。曇りだったのに。そうなの。僕あんまり天気予報とか見ないんだよね。まったく。これなら車で来ればよかったね。まあこれも思い出の一つってことです。アクシデントだった方がなんかドラマチックじゃない？他が雨でドラマチックってこともないけど。しばらくやみそうにないな。そうだね。でもまあ、あとは休みになって家に帰るだけだし、何度でもなる。まあ、そっか。ありがとう。楽しかった。ああ、こちらこそ。あ、今日の集合室、そろそろだっけ？もう行った方がいいんだ。あ、そうだな。じゃあ俺そろそろ行くわ。ただ。
え、なんで？なんで？僕が全部壊したんだ。
ようなら。女だった僕。だよね。どうしたのこの格好。あ、分かった。ドッキリでしょ。昨日の翔くんとのキスも私をびっくりさせようとして、もうびっくりしちゃった。私まんまと引っかかっちゃって悔しい。違う。え、違うんだよ。じゃあどういうこと？だって舞子、男の子みたいな格好してるし、それに髪も男みたいじゃなくて、僕男なんだ。どういうこと？トランスジェンダーって知ってる？僕の場合、体は女で生まれてきたけど心は男なんだ。前からボーイッシュだとは思ってたけど、でも女の子だったじゃない？昔から違和感はあったんだ。自分のことを私っていうのに抵抗があってね。だから僕はずっと僕だった。親には女の子らしくしろ、せめて髪は長くしてほしいって言われて伸ばしてたけど、スカートを履くのだけはすごく嫌で、だけど自分でもそれくらいだと思ってた。日和がショーと会うようになったね。日和が今日のこと楽しそうに話してるんだねって。僕はなぜかそれがすごく苦しかったの。ネットで調べたり本を読んだり、友達と話をしているうちにやっと気づいた。女として生まれてきたけど、僕は男で、僕の日和が好きなの。友達としてだと、恋愛対象として。どう好きになったの初めてだからさ。自分でも訳が分からなくなる。でも日和を翔に捉えたくなくて、だったら二人の関係を壊せばいいんだって。なんだ、翔が僕のことを好きになればいいんだ。そうすれば翔に日和を取られることなんてない。翔の気持ちは自分に向けなきゃ。だからの引き寿司と僕のファーストです。でも日和に全部見られてその瞬間に気づいた。全部なくなったんだって。僕が何も分かってなかったから一番大事な人を傷つけてしまった。
昨日翔と遊んでて治ったんだけど、あいつすげえいいやつでさ、ひよりが惹かれるのもわかるよ。僕が普通の男として、この体で生まれてたら普通の友達として楽しく遊べたのかな。でも全部自分でなくしちゃった。僕の全部、これが僕の真実。本当にごめん。頭がこんがらがってて、でもよく分かってないけど、これだけは言わせて。このまま全てのことから逃げないで。結末はどうなってもいいから、翔くんにちゃんと、もう一度ちゃんと伝えて。この間みんなで花火をした時に思っちゃったんだ。舞子と翔くんが話してるのを見て、勝てないなって。翔くんの舞子のことを見る目、私のことを見るときと全然違ってた。だから、翔くんとちゃんと話して、もう一度けじめをつけなきゃダメだよ。やはり何度見てもそっくりだ。日和との出会い、夏美の告白、舞子の突然のキス。この夏はいろんなことがありすぎた。もう訳わかんねえ。でもこのままじゃダメだ。俺も決めなきゃな。久しぶりだね。ちょっとどうしたの？ごめんね、ショウ。ずっとそばにいてあげられなくて。私ね、ずっとショウのこと見守ってたんだよ。ありがとう、ずっと待っててくれて。見守ってたならなんで出てきてくれなかったんだよ。どれだけ会いたかったか。
年経っても翔全然立ち直ってなそうだったから、なんだか言っても立ってもいられなくなっちゃった。神様にお願いしたの、もう一度だけ会わせてくださいって。ねえ翔、私からのお願い聞いてくれる？たくさん恋をして幸せになって、それでいておじいちゃんになるまで長生きして、翔の周りには翔のこと大切に思ってくれてる人がたくさんいるんだから、今だってそばでずっと励ましてくれる人が近くにいるんじゃない？その人のことちゃんと見てあげて。でも俺は、そんな顔しないで、じゃあ笑って。やっぱり翔の笑ってる顔が一番好き。夢か。もうこんな時間か。僕は全てを説明した。自分がトランスジェンダーであること、日和が好きなこと、そしてそのために日和と翔の関係を壊そうとしたこと。ごめん。そうか、僕翔のこと騙して。前もいろいろあったんだな。大丈夫、なんか逆にすっきりしたわ。え？嫌い。なんで僕の写真なんか、いつの間に撮ったの？よく見てみ。お前こんな格好してることないだろ。まあ確かに。え、何これ、合成？名前は舞。2年前、二人で旅行に行く朝にちょうどここで合流してるはずだった。でも舞は約束の時間になっても来なくて、そのまま二度と会えなかった。亡くなったんだ。え、そんな。一緒にいるのが当たり前で、当たり前すぎてちょっとうざかったり。でも亡くしてから気づいた。自分にとってどれだけ大切で大きな存在だったか。その時からずっと俺の心は空っぽだった。何度も忘れなきゃって、前に進まなきゃって、でもずっとできなかった。ただ前に会いたかった。だから初めてお前に会った時はマジビビった。なんで前がここにいるんだって。花火の時も、この間のデートの時も、舞が生き返ったような
またバイと話せてるような不思議な感覚だった。違うって分かってるのに、バイはもうここにいないって分かってるのに、すっげえ嬉しかった。すみません、ごめん、僕知らなくて、僕の自分勝手な理由で翔に嫌な思いをさせて。いや、いいんだ。でもいいんだよ、お前はお前なんだから。お前に前を重ねてたことこそ俺の勝手な妄想だから。あのキスの後ずっと考えてた。このままじゃダメだって。お前といたんじゃいつまでたっても前を忘れられないって、前に進めないって。だからちゃんとけじめつけなきゃって。2年前、俺、前にちゃんとさよならを言えなかったからさ。案外、見るに見かねた舞がお前に会わせてくれたのかもな。前に進めるように。陰で支え続けてくれたあいつに、ちゃんと気づけるように。だから気にすんなよ。さよなら、舞。バイバイ、ショウ。
ね。お腹空いてきちゃった。ご飯食べに日和、まさか鍵がない。